土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は、はい。まあ、飲みにね、歩けるようになってきた、うんうんうん、昨今でございます。はい。はい、バーに行こうかななんて方も、うん。多くいらっしゃる。うんうん。かなということで、はい。こうしたらバーが楽しめるよということを、ほう。我々で、はい。語っていこうかと。へぇー。思います。はい。というわけで、まず入店だよね。カランカランカラン。僕ですね、あの入店のするまでにしてほしいというか、した方がいいなと思うのは、はい、街並みを見る。ああ。その街並みを見る。これ結構面白いんでやっていただきたいと思います。あなたの行こうとしているバーは、大都会にあるとか、オフィス街にあるとか、居酒屋さんの多いところにポツンと数店舗あるとか、もしくは田舎にある。まあ、そんな風にね、あると思うんですが、その街によって、バーで言うとカクテルですよね。カクテルの味わいが全然違ったりします。まあ、僕の印象ですと、都会に行けば行くほどお酒という味わいを大事にしていて、田舎に行けば行くほど飲みやすさっていうものを大事にしているような気がしてます。なので、ジントニック一つをとっても、まあ、銀座とかで飲んだら、ものすごくジンが香り高く、味わい強く出ていたりとかしますし、田舎だと甘みがあって飲みやすいような作りをしていたりする。そんな風に街並みを見ることによって、ある程度バーのカクテルの味わいだったりとか、雰囲気だったりとか、そういうものを予想することができたりします。なんか気にしてることとかあります？一応伺おうと思ってるお店にはあらかじめ電話をしたりはしてますね。おお。とか出先とかはね、うん、着られたところとか家の近所とかは、うん、そのまま何も気にせずガランって入っちゃいますけど、営業時間を確認させていただいたり、はい、閉店何時まで飲めるかとか、うんうんうん、まあ、ホームページ見るとかもね、あ、ありですよね。まあお店によってかなり値段の差があったりとかするので、うん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 、まあ、その値段どんな価格帯なのかなっていうのをホームページで見たりとか、はい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 、いいですね、うんうん、次入店でございます。さあ入店です。皆さんこんな気持ちになったこと一度はあるんじゃないでしょうか。もしくは初めて行く方は多分こんな気持ちになります。ああ緊張するな、初めての前緊張するな、ああ帰ろうかな、どうしようかな、これ、あ緊張するな、これどうしよう、帰ろうかな、いや帰ろうかな、緊張するな、これこれねまあこんな人あんまりいないっていうか、ここまでやらないと思うんですが、まあほとんどの人が初めて行く場、もしくは初めてバーに行くとき、こんな風な気持ちになると思います。まあこのね、緊張感もぜひ味わっていただきたいなと思います。で、中に入ってみてホッとするみたいな感じがありますよね。そう、扉がね、とてつもなく重いんです。怖いですよね。いつになっても怖い。最初入るところは緊張するよね。うん、しますね。なんか、なんだろうね、もう5トンぐらいあるんじゃないかと思うんですね、扉が。一番初めに目が行くのは、僕はお客さん。おー、うん、あ、お客さんがどんな感じなのかとか。そうそうそう。はいはいはい、はい。ですね。とはあれだよね、やっぱ店の雰囲気ですよね。こう入ってきた瞬間のなんかこの。空気感。空気感ね、あるよね。うんうん、あとバーテンダーの感じ、そうですね、はい、受け入れ方がどうなのかってことですね。いらっしゃいませ、こちらのお席どうぞ。まあバーテンダーがしかめっ面だったり、うん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 、笑顔だったり、うん、そして、入ってからは注文という形になりますけど、うん、さあ注文です。僕の場合は3つ固定して飲むものを決めていたりします。ジントニック、そのお店のバーテンダーさんの得意なカクテル、そしてサイドカー、こういう風に3つから2つぐらい、まあ1つでもいいんですけど、どのお店行っても同じものを頼むみたいにしておくと、そのお店のなんか意図しているところが分かったりします。あ、このお店はジンの味わいが強いなとか、まあ先ほど言いましたけど、街並みも逆にそのカクテルから読み取れたりするわけです。何かちょっと絶対これは飲むんだよねっていうものを押さえておくといいかななんていうふうに思います。まあ、岩ちゃんもあります、そういうグラスホッパーほーですかね。まあ、王道ジントニックとか、うん、まあ、マティーニとかも飲みます。うん。けど、最後の一杯、もう帰って寝るんでナイトキャップになんつって、はいはいはい、グラスホッパーを作ってもらって、はい、飲んで帰りますね。はいはい。で、別のお店行くんで、そうです、そうです、そうです。ね、そういうふうに、ね。甘いの嫌いなくせに。はい、そうね。
でもすごいグラスホッパーありません？ある。完全なるバランスで来る。あるあるある全然。それをね、最初にこう入店した時の街並み、うんうんうん、見た時に感じてほしいんですよね、うん。田舎で例えば居酒屋さんが結構多いなっていう街並みだと、グラスホッパー多分結構甘めに作ってると思うんですよね。うんうんうん、でこれが都心になってくるとすごいバランスできたりとか、うん、意外にさっぱりしてたりとかするだろうし、うんうん。バーテンダーさんとお話いっぱいします？ね、大体僕行く時はお勉強しに来ましたっていう形で名刺を持って行ったりとかするんですよ、ね。はい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 。そうするとね、向こうから話しかけてくれますね。あんまり自分からガンガン喋るわけじゃないんですよ。もう大体目の前に一人ついて、あじゃねこじゃねっていうことを言ってくださる方は多いですね。個人的にプラッとただ酒飲みに行ってるっていう感覚が強いので、はいはいはい、そのおまけでその技術的なところを見せてもらったりとかはしてる感じですかね。うん、だから旅行とかでプラッと行くときは喋んないです。うん、ああ、そうですよね、うん。端っこの方で他のお客さん邪魔しないように、うん、まあ喋んなかったりはするんですが、まあでも見てくださってる方でバー初めて行こうかなとか、うんうん、ちょっと慣れてないけどこれから鳴らしたいなって方は全然普通にバーテンダーと普通に会話を楽しんでいただいた方がいいかなと思いますよね。普通の人間ですから、うん、ちょっと変わった人が多いですけど、お互い初めてなんで。そうですね。そうそう。カクテルが特にそうなんですけど、話さないとその人のこう、なんちゅうの、好みが分からなかったりするじゃないですか。ジントニックって頼んで、でも甘いものは実は好きだってなった場合は、絶対ジントニックじゃなくて、もうちょっとこう甘めのやつを用意してあげた方がいいとか、なってくるんですよね。そうですね。なので、まあそういう流れもちょっとこう、バーテンダーに掴んでもらうために、ちょっと自分のこう、話とかするといいかなって思います。もっと美味しい多分カクテルを紹介してくれたりとかするんじゃないかなって感じですね。そうですね、はい。ゴリゴリのオーセンティックとかになったら、はいはい、バーテンダー側がお客さんに寄り添うってことはあんまないイメージがあるんですよ。ああ、なるほどなるほど。ゴリゴリのゴリゴリのところ。その線引きが難しいですよね。そこをグイッといけるってなると結構すごいんですけど、うん、確かにね、話しかけづらいんだよね。ゴリッゴリで、うん、ちょっとこう一流店とかになると。そうですね。うん、でもまあ全然ね、話してみたら普通の人なんだよね。大体みんな。そうなんですよ。もうめちゃくちゃ普通なのよ。そう、そこは怖がらずにちょっと話しかけてみるといいかもしれないですね。意外にそのトップバーテンダーって親しみやすかったりとかして、うん、そうですね、意外にセカンドの人の方が怖かったりする。セカンドの人怖えなっていうことはあったりします。もうトップにポンと話しかけてみちゃうとか、あれだし、まあ逆にほら、もうそのお酒は作れないけど、はいはい、まあ、とりあえず修行で立ってますみたいな、うんうん、まあ、男の子がいたりとかするじゃないですか、まあ、そういうことをこう気軽に話して、うん、で伝えてもらうっていうのってですね、まあ、でもカウンターのそのバーテンダーとの会話によって自分の好みが、うん、はい、見つかったりとかするんで、ぜひ会話していただきたいなと思います。そして退店ですが、もう退店、まあ、ウイスキーについてもちょっと触れてみる。もの珍しいボトラーズを持ってらっしゃって紹介してもらうとかはありますけど、でも初心者さんとかだとやっぱオフィシャルのスタンダードラインになってくんでしょうね。なってきますよね。おすすめしやすいですからね。いっぱい3万なんですけどなんて絶対言えないじゃないですか。うん、まあそんなもんは出さん、最初の人には。まあウイスキーこちょっと楽しんでみたいなって、もうウイスキー目的で行くんだったら、うん、で全然飲んだことないんだったら、うん、やってくれるところがであれば、うん、なんか3種類。ああ、はい。はいはいはい、ハーフ15ミリで、例えば辛い中間フルーティーとか、うんうんうん、で甘いってこう出してもらうとかっていうのをちょっと交渉してみるのってですよね、うん、どこもやってくれんじゃないですか。やってくれるとは思いますけどね。バチバチのオーセンティックはちょっとなんか気が引けますけどね。そうですね。カジュアルなバーカジュアル、うん、田舎とかそういうとこだったら全然やりますよ。やりますよ、ね、もうね、バッチバチなとこ入ったらすぐ分かる。そう、でも、もう何も言えないっていう空気。バッチバチ中のバッチバチだから。スッとしてるからね。ね。そう。で、お客さんもさ、なんかさ、座ってるお姉ちゃんとかも若干ドレスだったりとかするし。そうですね。ね、だからもう無理だよね。無理です、ね。ああいうとこは、ああ、無理だなって諦めて、うん、カクテルとか、そんな飲んで、はい、さらっと帰ってくるのがいいんでしょうけど。まあちょっと、話してみて、まあ、フレンドリーだなってなるんだったら、うん、まあそういう交渉もいいんじゃないかなというところですね。ですね。はい。そして、お会計です。はい。さあ、お会計です。まあお会計前に気をつけるべきは、飲みすぎないってことですね。また来たいなっていうバーならば特に、
腹8分目でスッと帰るのがいいかなと思います。じゃないとですね、お客さんの立場になった時にちょっとこう粗相をしちゃったりとかしたらもう来づらくなっちゃうんですよね。なのでまた来るためにスッと紳士淑女で帰るっていうのがまあポイントかなと思います。3杯飲んで4杯かなって感じですか。僕初めて行くお店だったら僕もだ、まあ、3杯かな、うんうん、飲みすぎるといいことがないですからね飲んじゃうんですよねやっぱどうしてもね。あとなぜかカウンターに座って飲んでると、うん、あの酔いに気がつかないときない。あ、気張ってるからなんでしょうね、うん、本当立ち上がった瞬間にそう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 ってなる時ありますね。あるでしょ。にまたまたまた来ますまたまたあれ酔ってないはずなの酔ってないはずなのよっ足がでも立ち上がると急に血が流れる。そうなんでしょうねきっとね。バーってなっちゃって、うん、トイレとか行った瞬間にさ、やべえふらふらするってなる。やべえこれみたいな、お会計しようみたいな。そう、まあ、お会計はスマートにっていう感じで。なんて言います？お会計。ああ、お会計、そうですね、お会計お願いしますだね。そうですね、ごちそうさまでしたお会計お願いしますとか、うん、美味しかったです、お会計お願いしますとか、うんうんうん、なんかこうプラスアルファ一言添えてあげると喜ぶ喜ぶ喜ぶ、ね、バーテンダーは大体喜ぶ喜ぶですね単純なんで、ね、うん内心ビビってますからね。まあ初めてのお客さんはビビってるっていうか、まあ緊張してます ね, ますね。あの好みに合ったかなとかどうだったのかなってのがあるんで、うん、ありますね。そうですね、一言添えてもらえると嬉しいですね、うん、チェックとかいう方も、ね、あいますね。答え合わせっていう人もいますね。ああ、いらっしゃる田舎特有なのかな田舎特有なのかな、お願いします、ね、そして、まあ、帰るまでが遠足ですから。そうですね、お家に帰るまでですからね。そうなんですよ。僕酔っ払って帰る時にマンションの階段から滑落して滑落し、その時の記憶がないんですけど、はい、滑落したらしく、はいはい、翌朝玄関で目が覚めたら足血だらけで寝てました。やば、うん、そうそうそう、そんなんがあったりするので本当に気をつけてください。気をつけてください。僕も全裸だった時があります。家で全裸。あとあの駐車場で意識を失ってて、うん、朝目が覚めたら雪が積もってたこともありました自分に寒いと思って目覚めてめっちゃ雪降ってちゃうと思ってあるよね。あるある。結構さ、まあ今そんなんでもないけど昔なんかもうなんか大胆に飲む人も多かったから、多かった。真冬に外で寝てるとかさ真冬に外で原付を抱いて寝てる人とかあったかいのかな原付みたいな知りますよね知るよ本当に。帰るまでが遠足です。そうですね、ぜひお気をつけいただければという感じやっぱ帰ったら水をしこたま飲んだ方がいいです。そうですね、うん、お水は水をもうがぶ飲みして一番いいんで、うん、二日酔いとか、うん、一番対策になります。うん、お水とビタミン C とビタミン取っとけば、ね、取っとけ、うん、はい、というわけで、うん、はい、以上が、はい、バーの楽しみ方、うん、まあ軽くですけど、うん、ぜひ楽しんでください。楽しんでください、はい、もうここら辺もおそらく25日から、まあ多分分かんないよね、まあ、どうなるのか分かんないですけどね、うんうん、というわけで、はい、ぜひお楽しみください、はいはい、ではまた。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ今の触りだよね、まだ深い部分で面白みはいっぱいあるよね。うん、でも僕は比較的そこの常連さんとやたら仲良くなるんです。あー、なんかね、そうですよね。うちとかってそんな感じかなと思うんだよね。うん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 、なんかこういう関係が築ける場所と、うん、お酒とのこういう関係のみの場所とってある。うんうんうん、あるかも。うん、僕ほらなんか知らないおっさんとか。おっさん好きなの？あとちょっと汚いおっさん好きなの？すぐ仲良くなってくるじゃないですか。はい。なってくる。なってくるよ。お買い物とか行っててなんか知らないおっさんと話し始めたりするじゃないですか。する。いつの間にか知らないおっさんと喋ってんだ。あ、でも若い頃は散々あれをやりました。ウイスキーおじさんに飲ませてもらいました。なるほどね。うん。はいはい。たくさん。はい。
いらっしゃいますか。いらっしゃいますから。世にはね。ウイスキーおじさんが。ウイスキーおじさんという妖怪がいて。そう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 。よく出没するんです。そうそうなんですけど。ウイスキー飲ませおじさん。そうですね。だったりするんですよ、ね。じゃあ飲んでみるなんつって。はい。いいんですかなんて。そう。いや、そんな、一回、まずは一回断ろう、みたいな。確かに確かに。そんなんやってましたね。うん。男だからできるんだよね。それが女の子だとちょっとね。ただ確かに、ね、ウイスキーおじさんいて、話が盛り上がったとて、うん、じゃあ飲んでみるで一杯おごるよって言っても、うんうん、ちょっと女の子だと守んなくちゃならない部分があるから、はい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 、そこがちょっと難しかったりするんだよね。そのウイスキーおじさんをこっちもよく知ってる人なら、はいはい、あ、じゃあ一杯もらえなよって言えるんだけど、うんうんうん、そのウイスキーおじさんがなんか、下心おじさんだ。下心満載おじさん。ウイスキーおじさんの皮をかぶった下心おじさんだと。なんとかこう、なんとかこうしないといけない。あ、確かにね。それはありますね。あるのよね。うん、女の子一人で。まあ、僕のイメージは、結構ガチ勢なイメージですね。はい、女の子一人で来てる。うんうんうん、うん、あ。なるほどね。うん。そうね、都心だとそうなんですよ。ガチ勢。だったりとか、うんうんうん。もうすごいあしらいも上手で、人が多いんですけど。うん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 、田舎だと結構闇勢だったりします。ああ、あるかも。なので。はい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 。まあもしくはあとは本当に興味。うんうん。で来て。うん。離れしてないというかね。そうそう、離れしないみたいな感じの子がいたりするんで。うん。ね。でもちょっとこう、うまくこう、分かってもらいながら、教育じゃないけど。ね、ちょっと教えてあげなくちゃしゃないじゃないですか。うんうんうん。そう。ちゅうのもありますけどね。初めて一人で、ってあんまりないかね。うん、まあそうだね。どうなんでしょうね。誰かに連れてってもらうってのが。そうね、それが多いですよね。一番無難ですからね。そう、誰かと来てて、うんうん、で、来るようになって、最初に一人で来るようになったみたいなことは、やっぱ多いよね、そうですね。流れの方が。うん。まあ、あながちですよ、うん。ほとんど多分最初に飲むお酒は、うん、なんかほら、テレビとかさ。うんうん。アニメとかさ、うんうん、そんな見てるとうまそうに飲むじゃない。ああ、慣れないとあそこまでいかない。さあ、でも究極に慣れないとあそこまではね。そう、僕カウボーイビバップっていうアニメが好きで、はいはい。でそこの登場人物のジェットっていうのが、うん、カウボーイっていうカクテルが好きで飲むんです。牛乳割りだ。そう、カウボーイだとか言ってね。うん、でバーテンダーがうちには賞金組なんていねえよなんて言って、いやそっちじゃないカクテルの方。で。飲んで、なんかまさに飲むのよ。おうおう、それ見て、あ、うまいんだと思って、もうほんと、二十歳そこそこの時にバー行ってさ、んでさ、カーボーイ頼んでみて飲んだら、くっそまずいの、うん、おい、なんだこれとか言って。なんだこれとか言って。うまくねえじゃねえかとか言って。甘くもないし、みたいな。今は美味しいんです。今飲んだら甘いよね。甘いというか、ちょうどいいんですよ、ちょうどいいね。もうさ、なんか、あんな感じ飲んでから、コーラみたいな感覚で。あ、多分、もしくは何コーヒー牛乳的な感覚だと思ってんだよね、勝手に。飲んでみたら、あーとか言って、なった覚えがあるんで。で僕はもう初めてのマティーニ。人生において初めてマティーニを飲んだ時の、うん、衝撃、ね。衝撃。衝撃だね。何がうまいのこれって思いました。最初ね。最初、うん。一発目。まずってなるよね。うん。正直ね。きつってなって。なるね。もう今となっちゃうね、三口で飲めるわ、みたいな感じになっちゃいましたけど。はいはい。それいいっすね。それやりましょう。衝撃カクテル。初心者衝撃カクテル5000やりましょう。やりますか。はい、次回それです。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン。チャンネル登録もよろしくお願いします。